皆さんこんにちは、こじこじです。今回はお友達からね、はい、こちらジャンクのノート PC を譲っていただいたので紹介したいと思います。お友達曰く、はい、バッテリーがね欲しかったとのことなんですけども、バッテリーを取った後ね、あのジャンク PC ということでいらないよということでね、はい、僕譲っていただきました。このジャンク PC がね、あまりにもジャンク PC すぎてびっくりしたので、今回はね皆さんと共有したくて、あの動画にすることにしました。それでは今回譲っていただいたノートパソコン見ていきたいと思います。富士通のねライフブックというシリーズになっています。見た目、外観上の見た目はねそんなに特に問題がある感じではありません。ではね、どんなスペックなのか詳細見ていきたいと思います。それではスペックの方を見ていきたいと思います。まずね、価格なんですけども税込み4100円とね、ジャンクにしてはかなり高い方だと思います。というかすごく高いと思います。友達曰く、あのバッテリーが新品で買うとね1万円くらいしてしまうので、あのちゃんと動くバッテリーがついていたので4100円そんな高くないよということでした。でこちらスペックなんですけども、 Core i3 の 2310M ということでね、サンディ世代のモバイルプロセッサーが搭載されています。かなりね CPU 豪華ですよね。で DVD スーパーマルチドライブ 15.6 インチワイド液晶ということでね、はい、メモリーとハードディスクはないんですけども、これだけ見るとねかなりいいんじゃないかと思いました。で僕をね奈落の底に突き落としたこのジャンクの理由、ここですね。見えますかね、液晶全体液晶割れということでね、はい、もうこの時点で絶望なんですけども、この次、不良、基板不良ということでね、なんじゃこのジャンクっていうね、ものすごいね、ひどいジャンクじゃないですか。それでは、どのようにね、ジャンクなのか詳しくご覧いただきたいと思います。ハードディスクとメモリーに関しましては、事前にね、僕の方で動作チェックをしていますので、もう搭載済みになっています。ではね、分解していきます。後ろにあるね、すべてのネジ、外していきたいと思います。はい、という風にね、中身はね、こんな風になっています。こちら側、特にね、ジャンク具合はなく、普通のね、ノートパソコンな感じになっています。こちらにハードディスク、こちらにメモリーを挿しました。で、こちらね、CPU があるんですけども、はい、取り外し可能な感じの CPU になっています。肝心のジャンクな具合の部分なんですけども、はい、ちょっとパソコン立てまして、の、開きましてのということで、ジャンク具合なんですけども、こちらにねマイナスドライバーを突っ込みますと、この後ろが開くので、ここからね、はい、力を入れずに、はい、このようにね、はい、開けていきます。でキーボードもね、はい、このように簡単な感じでソフトな感じにね取れる感じになっています。でね、どこがジャンクなのというね質問なんですけども、詳しくねこれからお見せしたいと思います。ちょっとね寄ってみました。本来ね、あのフラットケーブルを止めるところにはね、このような留め具というかストッパーが本来ねついているんですけども、はい、こちらとか分かりますか。今無理やりティッシュ詰め込んでね、こう接触させてるんですけども、電源部分からのこちらもなんですけども、はい、基板までのねこのフラットケーブルのところ、このねストッパーというか留め具がなくなっている状態でした。はい、ぶっ壊れている状態です。この辺が基板不良ということだと思います。こちらですね、こちらも留め具がない感じになっています。わかりますよね。はい、このような白い留め具がなくなって、はい、このようになっていた感じです。このような箇所が、はい、何箇所もあり基板不良だったんだと思われます。それではしっかりとね組み直しまして、AC アダプターも繋いでいます。抜けちゃった。繋いであります。で、こちらのフラットケーブルの方もね、はい、先ほど説明したんですけども、一応接触する状態でね、電源が入る状態になっています。それでは電源入れたいと思います。電源オン。はい、この状態ですよ。この状態。液晶あれ、ひどーって、これ、ほぼね、ノートパソコンの液晶は使えない感じですね。出力に HDMI と VGA があるので、
モニター、外部モニターさえあればね、ちゃんと映し出すことが可能なんじゃないかと思いますけども、はい、基本この状態です。かなりひどい状態です。それでは、はい、VGA ケーブルで外付けモニターをつなぎます。これではね、まだね、外付けモニターに画面は映らないんですけども、ファンクション F10 でね、外部出力できるようです。はい、じゃあ、ファンクション F10 を押したいと思います。はい、無事にね、外部出力できました。これでね、まともに見られるような状態です。ちょっとね、この状態で BIOS をね、確認したいと思います。一回電源切り直しですね。はい、ということでちょっと電源ね、入れ直して BIOS 出しました。一応ね、CPU は Intel の Core i3 の 2310M ということでね、はい、サンディ世代のね、はい、Core i3 ですね。一応、2コアの4スレッドだったかな、だと思います。で、メモリーは家に余っていた DDR3 の2ギガを搭載しました。で、他の設定、特になんかあるかな？あるかな？そうですね、ハードディスクなんですけども、お正月にね、100円で買ってきた東芝の40ギガ搭載しました。それではちょっと、こちらのね、Ubuntu をインストールしたいと思います。ああ、電源が切れた。ということで、こんな感じのね、ジャンク具合でした。まずね、もう液晶画面が割れてるって時点でね、もうすごい絶望的なんですけども、さらにね、基板のフラットケーブルを止めるね、この、なんていうんですかね、フックみたいのもなくて、どうすればいいのというね、このね、すごい究極のジャンク具合。なんとかね、動いたので、まあまあまあね、使い道はあると思います。最近ね、僕、お家でね、ウェブサーバー公開しようかなと思っているので、ちょうどね、ウェブサーバー用にはいいんじゃないかなと思います。うん。線と OS でも入れて、SSH でね、外部から入ればね、別にもう画面使わなくてもいいですし、はい、どっかに置いとけば、うん、そのまま使えるんで、そうしようかな、というふうに思っています。うん。ただ、こんなひどいジャンクがね、売っているのかということにね、驚きです。これはジャンクというよりね、もう完全故障品なんじゃないかというふうにね、個人的に思います。ジャンクってね、非常に便利な言葉ですよね。うん。これは、故障品でいいんじゃないかなというふうに思いました。ということで、今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。